里離れた山奥に響き渡る鐘の音。文明と流行から隔絶されたマナビオは地上最後の男たちの楽園である。あるものは恐れを、あるものは青春の思い出とともにその名を呼ぶ鐘の音学園と。男の子と一人の女の子が恋に落ちました。しかしそれは古き時代ゆえに許されない道ならぬ恋でした。二人は生まれ変わってもう一度巡り合い、添い遂げることを約束して。遅いっしょ。まあ、だ来ない。でごわす。来ないよ、まだ。なんだ、ゆうすけか。サボっちゃダメっしょ。そりゃこっちのセリフだ。何やってんだよ。これからおいどんの妹となる一年生がたくさん来るでごわす。待ちきれんでごわす。さあ、この俺に恋のいろはを教えて。